はいどうもー、クレイジーピーでーす。今日の動画はカタログのコーナー、和牛 JB。 はい、ここから和牛 JB 紹介していきます。今までの和牛 JB の特徴をおさらいしましょう。こうやってね、使用してる皮がついてる。2021年度もこうやってオレンジの皮がついてたんです。で、今年は皮はどんなんがついてるのかって楽しみにしてたんですけれど、皮はついてない。今回はね、皮はついてない、ちょっと残念ですけれども、ただその代わり結構分厚くなって見応えのあるカタログになってます。相変わらず 6T がちょっと人気あるのかなっていう感じ。ただ 6T がモデルチェンジして HM とかでも出てますということです。バカ野郎っていう感じですね。これは前のやつの方が好きやったけど、 HM も出してきたかっていう感じです。わぁ、かっけえな。かっこいいっす、やっぱり。で、前回も言ったようにね、東芝はね、ウェブが一個一個、色によってウェブが違いますよっていうこと。だから 6T が HM になったことによって、11.2 インチの逆巻きになったってことですね。全04とかよりは、はい、大きいっす。HM やからね、ちっちゃいとは思わないでください。結構でけえっす、6T は。5と4の間のサイズですね。ショートからサードぐらい、向いてる形ですね。この HM の形もちょっと、押さえてください。扇風来るんじゃないかな、6T の。ブラックとかの、このカラーリングとかも好きっすね。これがすごい変わったところと言えるんでしょう。で、まあ、キャッチャーミットも従来通り、ファースミットも従来通りのラインナップになっています。結構縦型が多いっすね。で、結構勘違いされる方がおったんで、言っときますけども、スパークリングイエローとブラウン。これは定番色じゃなくて、オーダーで使えるようになった色なので、その辺はちょっと勘違いされてる方多かったので、言ってきます。オーダーでしかその色は使えません。前に出てたのは限定品として出てただけなので、定番としての色ではないので、その辺はご注意ください。はいと。だから、オーダーで言うと、さっき言ったスパークルイエローとブラウンっていう色がね、新しく使えるようになりました。で、レースではキャメルの色が使えるようになったのが今回新しいですね。レースグレーも使えるようになりました。はい。その辺で意識しながら見てもらえればと思います。で、刻印っていうのがね、今までなかったと思うんですよね。こういう刻印。刻印まで見てるようになりましたよっていうこともありますし、本今までなかったと思うんですよ。これが嬉しいですよね。薬指の玉はみカットで刺繍入れれるの。流行ってますからね、今。かなり。大体とは多かったんじゃないでしょうか。うん、キャッチャーミットに関してはできることはあまり変わってないですね。まあ、ファーストミットも同じですね。でね、オーダーとかで困る人はおると思うんですよ。インスタグラムのね、ハッシュタグ、いいじゃん和牛 JB っていうのをね、見てもらうと、過去にオーダーされたグローブとか、そういうのを見てもらったらいいんじゃないかなと思います。で、あとは小物ですね。今流行りのプロティオスとか。あとはもうバットですよね、JB って言ったら。もう基本の形だけで20モデルあるんで、さすがって感じですね。次作るとしたら85とかで作ろうかなと思ってます。サイズもこんだけいっぱいあるんで。かっこいい。印刷、刻印も印刷、色決めれたりね。もうかっこいいっすわ、やっぱり。細くてね、グリップがタイトアップっていうのがお付きなんですけど。へぇちょっと見入ってしまいましたね、こんだけある。オーダーが頭の中で思い描いてしまった。カスタムオーダーとフルカスタムとかそういうのがあるんでね、見てもらったらいいと思いますけど、めっちゃいいしか言ってないよ、こうやってオーダーできるんですよ。で、1ヶ月弱で届くっていうのがまたいいっすよね。あとはね、ノックバットだったり、トレーニングバットであったりとかありますので、こういう竹バットとか、ぜひぜひ見てください。これもね、結構店舗に置かれていることが多いので、どういうことができるのかっていうので、一度見ていただければと思います。ということで、本日は和牛 JB カタログ紹介していきました。この動画良かったなと思う方は、グッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上になります。 SNS 等の登録もよろしく。じゃあいつものやっていきます。せーの、あざした。バイバーイ。こっちがメインは。おー、いた、いた、いや、いた、いや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 、
Oh!